そうしたらじゃあまだね寝てないんでちょっと横になってみようかな。よいしょ。快適。どうも皆様こんばんは、セゴリタ3歳でございます。さあ今日ご紹介する商品はこちら、エマスリープのエマハイブリッド V2 です。さあエマスリープ聞いたことないよっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、世界で600万人以上の方々に使用されているマットレスブランド。国内ではエママットレスが2021年にグッドデザイン賞を受賞。もちろん日本以外の世界各国で様々な賞を受賞しています。エマハイブリッド V2 は好評いただいているエママットレスハイブリッドのアップグレードモデル。名前の通りウレタンフォームとポケットコイルが使われているハイブリッドモデルというのは変わらず、ポケットコイルをマットレスの端まで敷き詰めた構造になっています。これにより体圧分散性がより良くなり、さらに生産時の炭素排出量を大幅に削減することにもつながっていると。他にも放熱性と空気の循環を就寝中も維持できたり、10年保証ですよ。製品配達日から10年ですね、有効に使える。あとは100日お試し、届いてから100日間はですねリスクなく使うことができるんで、万が一自分の体に合わないなと思った場合は無料で引き取り全額返金してくれるというものです。なので安心して使えるというのもですね、世界中で受けてる理由ということになります。また現在セール中、最大 60% オフに加え、僕の動画を見てくださった方限定でクーポンをいただきました。動画の概要欄にリンクがあるので、ぜひそちらも見てみてくださいね。どれくらい出てるものなのか、これから皆様と一緒に見ていきたいと思います。というわけで行っていきましょう。ということで大きいのでね、一気に開けていきたいと思います。せーの、はい。というわけで出てきました。こんな感じ。しっかりね梱包されてるし、丸くぐるぐるという風になってます。見るからにねちゃんとしたものだなっていう風には感じますよ。分厚さもあるしね。でこれはですね、中にコイルとかウレタンとか入ってるんでね、ここで開封しちゃうとですね一気に場所を取るという形になりますので、ベッドの近くですねで開けるとよろしいかなという風に思います。ただねすげえ重いんで、これは持ち運びはですね複数人でやった方がいいかな。まあもちろんこれねキングサイズなんでね、人数は必要かなというふうには思います。そしたらじゃあ開けてねセッティングしていきましょうか。じゃあ開けていきましょうね。さあ取れたぞ。何重にもぐるぐるになってんのね。よっ、あシュシュいってるすごいシュシュいってるぞ。膨らんでる膨らんでる。おーおーすげえ、これがコイルだよ。何重にもなってるね。これはかなりね圧を逃がしてくれそうな感じするね。すごいよ、もうびっしりコイルだ。すげえ。じゃあもっと開けていく。おお膨らんでる膨らんでる。おおすげえ。うわー一気に楽しい。これは確かにあれだな、ベッドのとこで置かなきゃダメだわ。はい、ということで膨らんだのでここも一気に開封してですね合わせていきたいと思います。せーの、はい。というわけで開封してみました。こんな感じ。これはねキングサイズで、すごくね広々大きいものですよ。でね乗ってみるとわかるけどね、ふわふわふわっと開けるとこんな感じ。上にですね青いジェル的なものがあって、すっげーふわふわ、触るとわかるけど、これはね寝心地良さそうよ。でその下にコイルとかウレタンとかがびっしり入ってるっていう感じだね。すごいね、めちゃくちゃちゃんとした作りですよ。裏面はねこんな感じだ。滑り止め加工になってる。空気が入るとさっきのコイル感はなくなっちゃうね。でもすごいわ、しっかり厚みもあって、体の圧力しっかり分散してくれそうな感じしますよ。マットレスの表面はねホワイトで、すごく清潔感があります。で触った感じもですねスベスベだし、でこれねそのまま洗えるんですよ。だから汚れた時はですねこれを外してカバーの部分を洗うっていうことができるので、清潔に使うっていうこともできるし、で横から見るとですねグレーなんですよ。ホワイトとグレーがマッチして清潔感もありつつおしゃれで、横には持ち手があるので部屋の模様替えの時とかもいけそうですね。ロゴがオレンジなんでアクセントとしてですね映えてすごく可愛いなっていう風に思います。そうしたらじゃあまだね寝てないんでちょっと横になってみようかな。あ、よいしょ。
快適。手足を伸ばせるってね、もうすごい余裕ですよ。こんな感じでバーンと使うことができるので、寝相がね、まあ悪いんですよとか、あとお子さんとかね、結構動くっていう場合もあると思うんですけども、これぐらいのサイズ感だとすごく安心ですよね。体のね、一部が沈み込んでるっていう感じもなくって、しっかりね、受け止めてくれてるなっていう感じ。自分の体をふわっと包み込んでくれてるなっていうふうには感じます。横向いてももちろん。全然大丈夫ですし、優しいマットレスっていう感じですよ。いい感じ。眠くなってきちゃったな。というわけでね、たった今開封したばっかりなんで、果たしてどれくらいいけてるのか、しばらくですね、こちらで家族みんなで寝てみて、実際どんな感じなのか行ってきたいと思います。というわけで、またお会いしましょう。はい、というわけで今回はエマスリープのエマハイブリッド V2 ご紹介しました。あのマットレスは編集のシンくんの家にですね設置して、もうしばらく使ってもらいました。で、感想をですね聞いているので言っていきたいと思います。いいところ残念なところね、まとめて、まずいいところからいきますと、もちもちで肌触りがめっちゃいい。あれね、シーツかけてもかけなくてもいいぐらい、まあそのまま直で寝ても大丈夫なものなんだけど、シンくん家はね子供が2人いるんですね。なので、まあ汚れた時とかにすぐ掃除できるようにシーツを敷いてるらしいんだけど、そのシーツの上からでもわかるぐらいマットレスがねすごくもちもちで、前使ってたマットレスよりも通気性とかも考えられてるんだけど、こっちの方があったかい、暖かいんだけど蒸れるっていう感じではなくって、いわゆる断熱効果なのかな、そちらも感じることができると。あと包み込まれるような感覚、見てわかるようにね非常に厚みもあるし、スプリングもあるからぐっと沈み込むんだけども支えてくれるから、本当に包み込まれてるような、そんな感じでね夜寝ることができると。あと全身がね均等に沈み込む、反発がしっかりしてるんで、例えばお尻だけ沈むと落ち着かないでしょ、逆に頭だけだとそれこそ頭に血が昇ってしまうから、やっぱり安眠できるっていう状態じゃないんだけど、これは全身が本当に綺麗に沈み込むんで朝までぐっすり眠れる。あと専用カバーが洗える、まあ、さっきも言ったけどね、シーツかけてもいいしかけなくてもいいんだけど、この専用のカバーがねしっかり清潔に使うことができるわけですよ。なのでお子さんいるからね、まあ、夜汚しちゃったとかっていう場合でもしっかり綺麗にね清潔に使うことができるというのがね、まあ、数日使ってね良かったというところです。で、残念なところね、あえて言っていくと端っこまでしっかり沈み込むんで、端すぎると落ちそうになるらしいんですよ。これはね、まあ、お子さんだよね、ゴロ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 寝返りするじゃないですか。で、全部ね均等に沈んでいくんで、支え的なものがね必要っぽいんですよ。大人は大丈夫だと思うんだけど、お子さんだよね、ゴロゴロゴロっていくとストッパー的なものがないんで、こう落ちるのには注意した方がいいっていうのと、あと白いから汚れが目立つかもっていう。カバーもね真っ白なんで、まあさっきも言ったけどね、だからシンクとかシーツをね使ってるんだけど、そういうのがあった方がねより安心して使えるかなっていうふうには思った。まあいわゆる防水シーツ的なもんだよね。まあお子さんとかねいる家庭には安心かなっていうところぐらいで、ちょっと汚れたらどうしようとか、まあ端っこまでねしっかり圧があるっていうのは、まあ、いわゆるメリットでもあるわけですよ。シンくんもですね、うちの嫁さんも兄弟揃ってですねヘルニア持ちなんですよ。二人ともね手術をしてるんだけど、だから逆にねちゃんと使えるかどうか不安だったみたいなんだけど、それでもね全然痛みないんだって。すごく快適に使えてるから、もうめちゃくちゃ満足してるということも話してたんで、全体的な満足度としてはもうめちゃくちゃ高いもの、やっぱりいいもんなんだなっていうのは実感してるということです。もちろん人には個性がありますから、合う合わないっていう場合はね、冒頭でも言いましたけど返金対応もねしてますんで、安心して使うことができますしね。でもちろんね返金対応も嬉しいんだけど、実際に使ってみたいという方もいらっしゃると思うんで、越谷レイクタウンをはじめいろんなところでですね、実際こちら期間限定で触れることができます。まず自分の目で見てね、で実際寝て触れてみたいという方、こちらねテロップ出てますんで、ぜひぜひチェックしてみてください。あとクーポン、さらにねお安くできるクーポンですよ。僕専用のものをいただきましたんで、動画の概要欄にリンクがあります。詳しい内容とかもね、この動画見ていいなと思った方、ぜひ概要欄のリンクから飛んで見に行ってみてくださいね。それとこの動画が面白いと思った方、高評価ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた明日、チャオ。